消費者に届くまでの活動を管理するサプライチェーンマネジメント。おはようございます、マサルです。今回は最近問題で出題されることが多いサプライチェーンマネジメントについて一緒に勉強していきたいと思います。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成30年秋問い20。ある製造販売会社の経営戦略の策定において、取引先との協力の下で調達から製造、配送及び販売に至る一連のプロセスの最適化という戦略目的が掲げられた。この戦略目的を実現するために構築する情報システムとして適切なものはどれか。 A. CRM E. POS U. SCM A. SFA。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U. SCM です。それでは解説をしていきます。サプライチェーンマネジメントとは、製品が消費者に届くまでの一連の流れを管理することで業務プロセスの最適化を図る手法です。サプライチェーンマネジメントを行うことで、リードタイムの縮小やコストの削減が期待できます。例えばサプライチェーンマネジメントをコンビニが行うことで、食品の廃棄減少などが期待できます。なお、サプライチェーンマネジメントの対象は自社だけではなく、関連する企業も対象になることを覚えておきましょう。今回の問題で出てきた間違い選択肢もとても大切な用語なので、一緒に勉強しておきましょう。まずは A の CRM です。 CRM とはカスタマーリレーションシップマネジメントの略です。企業と顧客が良い関係を作るための手法のことを言います。 CRM を導入して顧客データを分析することで、顧客のニーズを把握し満足度を高めることができます。 CRM の成功事例として福岡ソフトバンクホークスの事例があります。野球などのスポーツは特にファンといかに良い関係を作るかが大切です。福岡ソフトバンクホークスでは CRM システムを使い、ファンのデータを一元管理して、適切な情報を適切な人に適切なタイミングでメールを送り届ける仕組みを導入しました。その結果、メールの配信数が増えた一方で、クリック率も向上していました。メールが増えてもクリック率が上がっていることから、ファンとの良好な関係が作れていることがわかります。次の選択肢は E の POS です。 POS はポイントオブセールスの略です。 POS を利用することで商品の販売情報をリアルタイムに管理することができるため、顧客のニーズに対応して仕入れをしたり欠品を防ぐことができます。最後の選択肢 A は SFA です。SFA はセールスフォースオートメーションの略です。営業に関する情報を一元管理して共有することで営業活動を支援する手法です。代表的なものとしてコンタクト管理と呼ばれるものがあります。コンタクト管理とは顧客とのやり取りを管理することです。コンタクト管理をすることによって効率的に営業活動を行うことができます。それでは問題を見直しましょう。ある製造販売会社の経営戦略の策定において、取引先との協力の下で調達から製造、配送及び販売に至る一連のプロセスの最適化という戦略目的が掲げられた。この戦略目的を実現するために構築する情報システムとして適切なものはどれか。正解は U. SCM です。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和4年春問い22。 SCM システムを構築する目的はどれか。 A. 企業の持っている現在の強み弱みを評価し、その弱みを補完するためにどの企業と提携すればよいかを決める。E. 商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって、商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図る。 U. 顧客に提供する価値が調達、開発、製造、販売、サービスといった一連の企業活動のどこで生み出されているのかを明確化する。 A. 多種類の製品を生産および販売している企業が利益を最大化するために最も効率的、効果的となる製品の製造・販売の組み合わせを決定する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。 SCM システムを構築する目的は E. 商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で
商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって、商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図ります。先ほど SCM について勉強したので、ここはきっと正解できましたよね。それ以外の間違い選択肢について補足します。あはスウォット分析、うはバリューチェーン分析、えは PPM 分析です。スウォット分析と PPM 分析は過去の動画で説明しました。スウォット分析は内部環境と外部環境をプラス要因とマイナス要因の4つのカテゴリーに分けて分析する手法です。スウォット分析をすることで強みや機会を生かした戦略を立てたり、弱みや脅威を知ってリスクを最小限にすることができます。 PPM 分析は事業や製品を市場成長率と市場シェア率の二軸から分析して、4つのカテゴリーに分けて状況を分析する手法です。4つのカテゴリーとは、負け犬、問題児、金のなる木、花形です。うのバリューチェーン分析は初めて出てきた手法なので説明します。バリューチェーン分析は調達から販売までの流れを価値を作るための連鎖として捉えて、製品のサービスや付加価値がどの活動で生み出されているのかを分析する手法です。どの活動で付加価値が生み出されているのかが分かれば、その工程を強化することで価値を最大化することができます。それでは問題を見直しましょう。 SCM システムを構築する目的はどれか。正解は E、 商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって、商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図る。こちらが正解です。その他間違い選択肢についても、それぞれどの分析の目的なのかを覚えておくようにしましょう。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。最近私はスターバックス元 CEO の岩田さんが書いた、ついていきたいと思われるリーダーになる51の考え方という本を読んでいます。その中でスターバックスで火花が散る瞬間という話があって、その話がとても素敵だったので共有します。著者の岩田さんはスターバックスで働く前に日産の品質管理の仕事をしていました。そこで岩田さんは先輩からこんなことを言われたそうです。いいか岩田、付加価値を生み出しているのは火花が散っている瞬間だけなんだ。それ以外、在庫管理をしたり物を動かしたり打ち合わせをしたりするのは全て無駄という目で現場を見ろ。つまり付加価値を生み出している一番大切な瞬間を見逃すなということですね。これは先ほど勉強したバリューチェーン分析と似た話です。スターバックス CEO になった岩田さんはスターバックスで火花が散る瞬間、つまり付加価値が生まれている瞬間はいつなんだろうと考えました。注文を受けてレジでお会計を済ませてお客さんにお礼を伝える、この瞬間に付加価値が生まれていると思う方が多いかもしれませんが、岩田さんはドリンクを渡す瞬間が火花が散る瞬間だと考えました。つまりドリンクを渡す瞬間に付加価値がついているということです。確かに私がスターバックスでコーヒーを受け取るときに、スタッフさんはよくこちらを見てニコッと笑ってコーヒーを渡してくれることが多いです。 IT パスポートを学ぶ基本的なことを CEO もやっていて、それが身近に感じられる良いエピソードだと思ったので皆さんにお話しさせていただきました。皆さんもスターバックスに行ってドリンクを受け取るときに付加価値を感じてみてください。それでは最後に問題の復習です。 IT パスポート平成30年秋、問20。ある製造販売会社の経営戦略の策定において、調達から製造、配送及び販売に至る一連のプロセスの最適化という戦略目標が掲げられた。この戦略目標を実現するために構築する情報システムとして適切なものはどれか。正解はう、 SCM です。次の問題、令和4年春、問22。 SCM システムを構築する目的はどれか。正解はい、商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって、商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図る。こちらが SCM、 サプライチェーンマネジメントシステムを構築する目的です。その他間違い選択肢についても解説しました。それぞれどんな分析の目的なのかを覚えておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月から
マサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。